皆さん、こんにちは。レック専任講師の根本です。年明け学習の仕方、決まってますかレックでは2つのプランを用意しています。基本軸の方は上、当連をメインに学習していくというプランです。その当連、生戦当連実力養成編といいます。こちらは科目ごと範囲ごとの指定があります。 その科目、範囲の指定に合わせて予習していく。そして予習していって、当連などで確認をする。新しい知識を入れていく。それで3ヶ月、3月までに一回しさせていく。自分で勉強していくと、なかなか自分よがりになり終わらない。でも、当連を受ければ、ある意味強制的に一回しできます。 当連を軸に強制的に一回しする。それが一つ目の方法です。これは今言ったように予習してから受けるという方法もありますし、また予習せずにいきなり受ける。それによって自分のどこに知識の漏れが生じているかがわかる。漏れを確認するために受けると。こういう手法もありです。 昨年基準点まで行っているという方は、ぜひ、こう言っていきなり受けるという方向で、漏れの確認、そしてプラスアルファの知識を得ていく。基準点いかなかったという方は、予習して受けるということをお勧めします。もう一つのプランがあります。それが下です。当連は受けたいけど、まだ受けられる状態じゃない。受けられるレベルになってない。 過去問すらまだ怪しいと。そういう方にお勧めするのが、この1日過去問、1日30分高速過去問コンプリートコーダーというものです。これは私が絞りに絞った過去問集。これをやれば5問ぐらいの価値があるよと、といった過去問の抜粋バージョンのものがあります。それを私と一緒に1日30分だけやっていきましょう。 ま、講義時体が30分なので、解く時間を含めば、ま、1時間程度になるかもしれません。1日30分から1時間だけ用意してください。解いて解説を聞いて1時間。また、この講義だけを電車の中で聞く。で、電車の中で聞いて、うちに帰って改めて問題を解く。そういう形でインプットしてからもう一回うちに帰って解くという方法でも構わないと思います。 そういう形で1日30分講義を聞けば3末までには品質的な論点の過去問は解けるようになるその状態にして直前期の公開模試ファイナル編に臨んでいくこういうプランもありだと思いますご自身の状況に応じてできれば答連ベースでで当連がちょっとかなり難しいよという方は過去問ベースで勉強するということを おすすめしたいと思います。今、先ほど画面出したのは、パンフレットの一部です。で、ぜひこのパンフレット、お手に取ってください。他にもいろんな情報が出ております。これはどんな情報かといいますと、とある合格者の方、実力要請編を受ける前の年の公開模試の状態、実力要請編を受けた後の翌年の 公開模試の状態合格ゾーンに至っていなかったのが合格できる状態のところまで伸びているじゃあ彼は何を今までやっていてえー、当連到の時は何をやったのかとそれをまとめていますこういったある意味実力養成編を使った成功体験が12344つほど載っています ぜひ、こういったものを見て、自分の年明け学習の仕方、考えてみてください。では、あと6ヶ月、頑張っていきましょう